サントテニスチャンネルの小野寺です。手塚です。鈴木です。今回はサントショップインプレッションラグジュアリーテニスを可能にする謎のラケットをインプレッションをお送りいたします。はい、今回はですねダンロップさんからとあるラケットが送られてきました。それがこちらです。ミキシュですね。鈴木コーチの手元にあるものと私の手元にあるもの2本で、どちらも真っ白なペイントで、まあ、特にこう機種名だったりとかメーカーさんのロゴは全く入ってないような状態になってます。はい、はい、ペイントが真っ白で、まあ、見た感じはフェイスサイズの大きいアツラケのように見えるんですけれども、うん、鈴鹿さん、はい、このラケットはどういったラケットでしょうか。わかりませんというのもメーカーさんからも一切説明なし、事前説明なしで、ラグジュアリーテニスを可能にする謎のラケットです、まあ、それを実際使ってみてくださいという形で送られてきているので全くわからないんですよ、うん、まあ、ただダンロップさんで、まあ、厚ラケ、デカラケで、まあ、この独特な形状は僕の頭には1個あれかなっていうのは、うん、まあ、あるんですけど、まあ、ただあくまでも一切ですね、詳細不明のラケットを今日は実際に打っていきたいと思います。はい、では詳細がない以上もう打ってみないと本当にわからないラケット、ね、って感じですかね。はい、ラグジュアリー、ラグジュアリー、そこ引っかかるんですか私も引っかかりましたラグジュアリーだと思います。ラグジュアリー、はい、まあ、ということで、今回はですね実際にこちらのラケットをヒッティングをしてラグジュアリーテニスが可能になるのかどうか、そして、まあ、このラケット2機種ありますけどそれぞれがどんなラケットなのかというところを皆様にお伝えできればと思います。それでは本編ご覧ください。ヒッティングの前にですね少しラケットをちょっと詳しく見ていこうかと思うんですけども、今回はこちらの2機種ですね。まずは鈴木コーチの持っているフェイスサイズの、まあ、少し小さい方、小さい方といっても、まあ、私が持っているものからすれば小さいだけで、まあ、多分結構大きい方かな。100は絶対110とかそれぐらいのフェイスサイズな感じがします。ちなみにですけど重さ測ってみました。測りでちょっとオーバーグリップと、ストリングスと込みで測ったら、こっちが 274g、 はい、まあだいたいグリップとガットで 20g 前後かと思いますので 20g 差し引くと、まあ、フレームだけで言うと 255g ぐらいかなというような、スペックのラケットになっています。まあ、横から見てもですねフレームも結構厚く、まあ、面も大きいというデカラケになっています。まあ、軽量オーバーサイズという形ですね。はい、それで私の持ってる方はですね、冒頭でもちょっとお話ししましたけどかなり特徴的な形のフレームになります。あれですねきっとあれかな、あれですかね、あれなんですか、多分あれだと思います。もう何かは皆さんのご想像にお任せしますけど先ほどよりもさらに大きいフェイスサイズで、まあ手元にはちょっとこう特徴的なこうバンパーというか樹脂製のパーツがくっついているモデルになります。重量を測りましたがこちらが全部で276ですので、まあ、こちらも、フレームだけだとだいたい 255g 前後のスペックになるかと思います。はい、という今日の2本なんですよ。鈴木コーチ見た感じ、はい、いかがでしょうか。見た感じこんな打球感かなとか、まあ、ちょっとなんかこう見てくれから想像できる、うん、情報がどうしても僕ら今ここしかないので、うん、ここから何か想像できる部分とか、いやもうデカラケ独特のボレーしやすさとか飛びとか面の落ちさ、うん、飛びの良さ、まあ、そのあたりが感じられるといいかなっていう印象ですよね。うん、はい、ちなみに、うん、ラグジュアリーテニスはできそうですか。ラグジュアリーテニスって何そこを言い出しちゃうとすごい根本からなんですけどそこの意味も考えながらちょっとこの後ヒッティングに入ってもらう、まあ、ただあれですよ多分これはまあ、プロトタイプなので今日真っ白なコスメで来てますけど、正直この真っ白なコスメがもうちょっとラグジュアリー感あるんじゃないでもこれでいいよね。ツヤありの感じがすごくなんか上品でかっこいい感じになってるのかなと思います。まあ、実際これが製品になるのであれば、まあ、違う色味とかでは出てくるのかもしれないんですけど、うん、これはこれでラグジュアリーなテニスが
できそうかなと勝手に思っております。そうね、下でね、はい、ヒッティングで確かめていきましょうか。はい、それではヒッティングご覧ください。ヒッティングが終了いたしました。それではまず手塚さんから実際に打った感想をお願いします。はい、まずは、こっちのフェイスサイズの小さいモデルからお願いします。はい、ラグジュアリーシンプルシンプルに、なんて言うんですかね、頑張らなくていい。うん、その辺はちょっとこうゆったりと優雅にというか、うんうん、そういった感覚を感じました。やはりこれだけのフェイスサイズとフレーム厚があるので、ものすごく楽にボールが飛んでくれる感じはありますし、扱いやすい、すごく扱いやすい、特にボレーですね、乗っかってもくれるんですよ。結構小気味よくパーンと弾いてくれる感覚が出てて、特にバックハンドの高いところ、結構ここはミスしがちなんですけど、ここがパツンと当てると綺麗にポーンって返ってくれるような印象があって、ものすごく扱いやすかったです。ストロークに関しても、やっぱり厚だけ特有といいますか、しっかりスライスが乗ってくれる感じだったりとか、あんまりグリグリってスピンをかける感じではないんですけど、ただ、そこそこ振ってもある程度使えるデカラケかなという印象でしたね。はい、はい、続いて鈴木コーチ、はい、こっちの小さいモデルの方はどうでしたか？小さいモデル、デカラケ特有のゆっくり振ったら柔らかく感じて飛ぶで、早く振ったらちょっと硬さも感じるけど、なんだこうパーンって言ってくれて楽に飛ばせる、うん、結構どっちに転んでも楽に飛ばせてラグジュアリー無理くりそこに持ってった感じでも特有のデカラケだから、あんまりガツンっていくよりはゆったり確かラグジュアリーな打ち方というか、ゆったりすれば
ボールが何だろう、今回はなんか柔らかく感じる、その球乗り感というか乗っかってる感じ、そう乗っかってる感がすごく長く感じる、なんか球の感じが強いのかなっていう印象があったんですよ、うん、こうガットがこうたわむ、うん、だからスライスとかも結構しっかり長い時間乗っかってくれて、うん、そうね、ギュンっていく感じは多分共通でこの2本にあったのかなっていう印象でしたね、うん、そうそう、もうちょっとこうパーンっていってくれるかと思ってきや意外にくっついてくれるというか、うん、乗る感がね強くて、だからそういう意味ではボレーだったりとか、うん、そうそうそう、スライスだったりとか、そのあたりのちょっとタッチ系のショットの方が、うん、なんかすごく印象は良かった感じがあります、うん、だからパツンと弾いて飛んでってほしいのを求めちゃうと、うん、もしかするとちょっと違う感じは出るのかもしれないですけど、そういう印象でしたかね、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、そうしましたら続きましてフェイスサイズの大きい方について、うん、じゃあ鈴木コーチから打ってみていかがでしたか、はい、なんだろうね、これよりはなんだろう、ここの部分のかな、長さがある分、うん、よりこれより長く持ってる感がある、たわみますよね、うん、あのトランポリンみたいな、そう、なんかなんだろう、そのイメージというか、そのパーンっていうイメージで打ったら意外に乗るから、うん、飛びすぎちゃう感じがあって、最初ちょっと難しく感じちゃった、うん、イメージと違って、じゃあもしかしたらフライの方はっ、こっちの、うん、あの P 入れるんで、うん、あの小さいベースのラケットの方が、うん、そうだね、扱いやすかったっていう、扱いやすさで言うとそうだね、うん、そうですよね、うん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 、なるほど、こっちの良さは何ですか、この小さい方と比べて、良さはね、ま、難しいけど とりあえずこっちのが飛ぶ、飛んでくれる、まあ、でそうすると距離がなかなか出せない方とか、うんうんうん、ちょっとボールがどうしても短くなってしまうっていう方にはこっちの方が、あとは逆に触れないとかさ、なんかスイングがそんなに大きくない人とか、うんうん、はいはい、俺といいんじゃないかな、こうパンってこうやるだけでも飛んでくれるから、ね、なんかしっかりテイクバックして、うんうん、ビヨーンって振っていくっていう感覚は多分なくていい、うん、逆にもいい、なんかそっちをありきでこのラケット多分使ってしまうと、今鈴木コーチがおっしゃったように多分ちょっと飛びすぎたりとか、まあ、もしかしたら出るかもしれない、ね、テイクバックを知らない人がいいんだよな、テイクバックを知らない人におすすめのラケットですってどんなインプレなんですかすごくね、そんな感覚ですかね、はい、ありがとうございます、はい、手塚さんはいかがでしたか、そうですね、まあ、このラケットちょっと冒頭でも言いましたけど、なんとなく見覚えがあるよっていうふうにお話をしたんですけど、うん、僕の記憶だとこのラケット 27.5だった気がするんですよ、僕の記憶では、ちょっと比べてみません、こっち27インチですね、ちょっと長さを真ん中で飲んでます、下合わせてもらって、合ってますね、そうですね、多分長さが27インチなのかなっていう気がしたんですよ、はい、まあ、なので、まあ、単純にその、新しくなったモデルだとすれば、短くなったことによって扱いやすくなったのかな、操作性が上がったのかなっていう感じはしました、ラケットってまあ振るものなので、長い方が遠心力でボールにパワーは出るんですよ、はい、まあ、なので、短くなるとパワーは落ちるけど、まあ扱いやすくなるので取り回しが良くなって、特にこうオーバーヘッドのショットとかでは、まあ、その良さが出るのかなと思いました、特にさっき僕がこっちの小さい方 のところでお話しますけど、バックの高いところのハイボレーの距離感がすごくあってパチンといってくれたっていうのは、もしかしたらその27インチっていうところが、まあ、普段僕が使ってる、まあ、というか僕というか皆さんが多分多くの方が使う、レギュラーサイズのラケットと同じっていうところは、まあ、もしかしたらそのメリットになるのかなと思います、はい、で、まあ、単純にじゃあこの小さい方と大きい方との比較でいくんですけど、やっぱり鈴木コーチがおっしゃったように、縦のストリングの全長が長いっていうところをすごく感じました、あ、なんですかね、縦のガットで打ってる感じ縦のガットの能力を最大限に使ってボールを飛ばしてる感覚がありました、はい、まあ、なのでそのあたりのボールのやっぱり飛ばしたいっていう需要と、それからですね、ボレーの
真ん中ちょっと外した時に飛んでくれる感じはやっぱり圧倒的にこっちかなと思います。僕正直あんまりボレーは上手な方ではないので、やっぱり真ん中ちょっと外す、特に速いボールで差し込まれた時って、うん、フェースのちょっと下側に当たったりとかするんですけど、ここ飛ばないんですよボールが、うん、なのでそのままネット引っ掛けちゃったりするんですけど、うん、そう、このラケットに関してはもうともともと縦の全長も長いですし、あとこのフェースの下の方も結構こう広く膨らんでるんで、ここが返ってくれる、うんうんうん、これ結構ボレーや、それから、まあ、普段プレーする中でもなかなかちょっとセンターにずっと当て続けるのが難しいよっていうプレーヤーの方にも、ここはめちゃくちゃおすすめのポイントかなと思います、うん、まあ、なのである程度的確にセンターのスイートスポットで捉える自信がある方はこっちの方でいいと思うし、ちょっとやっぱり真ん中に当て続けるのが不安、少しやっぱりラケット自体にサポートしてほしいよっていう方はちょっとこっちの大きいフェイスサイズのラケットがおすすめなのかなと思います。はい、そんな感じですね、うん、はい、ちょっとラグジュアリーにケースが僕らができたかどうかはちょっとわからないんですけど、そうね、ラケット自体は非常にラグジュアリーな仕上がりとなっていました。はい、で、まあ、おそらくだと思うんですけど、これ僕らにダンロップさんが打ってくださいねって言って、まあ、送っていただいて、はい、おしまいっていうことは多分ないと思うんですよね。まあ何かしらのプロトタイプだと思うので、まあ、これがまあ、もしかしたら、まあ、すぐなのかちょっと先なのかは分からないんですけど、うん、まあ、製品になって、まあ、皆さんにも実際にお使いいただいたりとか、手元にこうっていう場面が多分出てくると、まあ、思うんですよね、はい、またその発表が、まあ、ダンロップさんからもそうですし、私どもの方から直接皆さんの方にですねお届けできる機会もあるかもしれませんので、その際はぜひちょっと今日のインプレですね、見て、で情報解禁がもし何らかあるんだとすれば、まあ、そこで情報解禁の情報もぜひダブルでチェックをしていただければと思います。なのでこのラケットの詳細が気になる方は今のうちにこうチャンネル登録をしていただいて、何だったんだろうかなっていう答え合わせが皆さんと一緒にできればなと思いますので、まあ、これでしょあれでしょ、もしよかったらコメント欄に、書いてみてください。もちろんそうです、正解ですとは言えないかもしれないですよね、うん、はい、今回はサントショップインプレッションラグジュアリーテニスを可能にする謎のラケットをインプレッションをお送りいたしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。